で学んだことをしっかりと生かして、介護という大事な仕事に就かれることに誇り、自覚を持って励んでいただきたいなと願っております。先ほど冒頭に国家聖書を行っていただきました。素晴らしいことだと思います。ロシアの軍事侵攻によりまして、ウクライナが今悲惨な状況にありました。でもウクライナの国民の皆さんは大統領を筆頭に一致団結して国を守る、そういう志のもと懸命に戦っています。私たちもできるだけの支援をしていきたいと思っておりますが、自分の生まれ育ったふるさとや日本という国を大切に思う心を持って、そういった人間に成長してほしい、そうお願いをさせていただきます。それでは皆様方がこれから希望を持って愛の里でお仕事ができますことを心よりご祈念申し上げ、そして健康には十二分に留意されて活躍されますことをお祈り申し上げまして、お祝いのご挨拶といたします。本当におめでとうございました。